瀬戸記念橋駅はかつて愛知県瀬戸市末広町にあった JR 東海バスの自動車駅である。有志比の瀬戸記念橋駅1930年、日本初の省営、バス路線として開業した岡田線の駅として設置された。大正天皇の行行を記念して瀬戸川に架けられた記念橋に隣接して設置されたことから、その名が付けられた。2005年、 周辺の再開発に伴い駅施設が廃止された。1921年の鉄道不設法改正により掲げられた愛知県岡崎より衣をふて岐阜県田地見にイタリール鉄道の建設予定に対し、鉄道線の先行という使命のもとに1930年に鉄道省により省営自動車岡田線の運行が開始された。当初の路線は 岡崎駅田巳駅間及び、東駅高蔵寺駅であり、東駅は、立地的に見ても豊田方面からの道と、高蔵寺方面からの道、田見方面からの道と三方からの交点にあたり、両路線の結節点となっていた。その後、路線は拡大し、瀬戸南線、瀬戸北線、瀬戸西線が運行された。また、瀬戸市内に国鉄の鉄道駅がないため、緑の窓口がある。 当駅は瀬戸市民が国鉄の特急券や指定券を購入する際に重宝されていた。国鉄分割民営化に伴い路線を次第に縮小し、瀬戸再線は2001年のユトリートライン開業と共に瀬戸水の坂までに短縮され、当駅を経由する部分は廃止となり、瀬戸南線は一般路線バスとしては全廃となった。 2009年6月現在の瀬戸記念橋バス停留所。傍らの照明塔の下にあるのは、昭栄バス発祥の地の石踏み、奥は観光施設、瀬戸倉2005年の愛、地球博開催に合わせ行われた瀬戸市の区画整理事業により、当駅の駅施設は廃止された。これにより、ドリームトヨタ号の停留所は、瀬戸駅前、バスターミナルに移転した。 2009年9月30日をもって、JR 東海バスの路線バスは全廃となったため、当停留場は、JR バスの停留所としては廃止された。また、名鉄瀬戸線尾張り瀬戸駅に隣接する複合施設、パッ、昭恵バス発祥の地現在、同じ位置に名鉄バスの記念橋バス停があり、同所にある昭恵バス発祥の地の日とともに、その名残を残すのみとなっている。 駅舎は愛知県道207号線記念橋南詰めの西の敷地内に島型に位置し、バスは敷地内を左回りに通行していた。この区間の県道207号線は瀬戸川を挟んで西行き東行きが分かれており、瀬戸駅前方面から来る東行きのバスは瀬戸記念橋駅西側にあった小さな橋を渡り駅舎南側に停車。 東に向かうバスは記念橋を渡り東行き車線に戻り、南に向かうバスはそのまま国道248号線へ右折していた。西行きバスは直進のまま駅舎北側に停車していた。この構造のため、当駅においてはどの方向へも折り返し運転ができ、当駅始発便の設定もあったために3台ほどのバスの留置もできた。なお、県道二百七号線西行き一般車道は、 瀬戸記念橋駅を試験場に避けていた。JR 東海バスの一般路線廃止前から存在した。鉄道省国時代354号、官報1930年12月17日。ありがとうございます。